はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ミノ攻略に取り掛かってですね、稲葉山城を、攻め取ったというところでですね、今本拠地ミノ国の岐阜城になっています。でですね、最初だか前回だかにちょっと兵種を変えられない、陛下を変えられないんじゃないかみたいなお話をちょっとしてしまったかなと思うんですけど、陛下はご覧のように変えられます。変えられますので、ちょっとね訂正だけさせていただきたいなというふうに思います。まあ足軽侍部隊、鉄砲部隊に騎兵部隊という形で変えることができますというところになりますね。では続きをプレイしていきましょう。まあ引き続き美濃斎藤家と戦っていくっていうことをね、やっていくんだとは思うんですが、明智城に向けて敵の前衛が集結しつつあるっていう感じかな。そうなると、信長の方も軍をちょっと動かしておきましょう。一応適性が何かっていうのはね、出てはいるので、適性に合わせた陛下にしてあげるのがいいんじゃないかなとは思います。で、まあ毎回言ってるようにお金が結構ものを言うですねゲームになってはいるので、まあ、お金をねいかに、しっかり管理していくかというところになると思うんですが、六角がどうやら浅井攻めをするみたいだな。で、姉小路からは兵を貸してくれっていう話ですけど、兵に余裕はないんでね、今ね。今浜城は守りきれるのか？お金がね、今画面の右上に出てると思うんですけど、622と。何かするのには1000単位でお金がかかるので、まあ、622だともう何もできないっていう状態なんですよね。で、今お金が入ってきて4896になりましたね。いや、資金援助してくれって言うけどさ、こっちも資金援助してほしいぐらいだからね。では、表情で少しでも金になることをやっていきましょう。であとは軍事訓練もねしっかり入れておきたいので、軍事訓練は勝家にやらせましょう。でさらにお金がちょっと余ってるので、この余ったお金で神殿開発も入れておきましょう。ここは秀吉に任せておけば間違いないですね。であとは、忘れちゃいけないのが、実はその兵力が自動で回復するものにはなっていないので、兵をねしっかり徴兵で回復していってあげなきゃいけないんですよね。で徴兵にも当然お金がかかってくるので、優先的に兵士が減ってる人には徴兵を仕掛けてしていってあげないとまずいんですが、徴兵をすると徴兵をしたで民中が下がっていくので、やりすぎてもダメだしっていうね、結構バランスが難しいかなっていう印象がありますね。で一部の城は、内政を自動化はしています。でちょっとね裏で実は岐阜にお寺を建ててたんですけど、寺にどんな効果があるかというと民中があるんですよっていうね、いう話なので、民中があるとねだいぶ徴兵含めていろいろしやすくなるんじゃないかなということで、岐阜にはお寺を建ててあります。
民中がね上がってくると徴兵もしやすくなるし、まあ、税収っていうのかな、収入も、民中に応じて比例して上がってはきますんで、まあ、いいことずくめということにはなりますね。さあ、ガシガシこのまま内政の充実を今回はさせていただきたいなと思うんですが、まあ、これも全てはお金のためなんですよね。ちょっとねマンションの周りで工事がしていて窓を開けていて少しうるさいんですが、ごめんなさい、ご容赦いただきながら本編の方は進めていきましょう。で、毎月1日に収入になるので、今5月1日になったのでお金が入ってきました。4,959。で、今収入と支出のバランス見ていくと、収入が10,704。収入すら月って出てますよね。これがまさに今の収入になります。で、俸禄すら月、これがね、いわゆる支出に、なっていて、6,050今出ていってしまうと。いうところなので、まあ、これをいかにバランスをとっていくかというところにはなるんですけど、まずはやっぱりもうちょっと自力をつけるという意味では商業施設のへの投資をしっかり入れていきましょう。まあ、あとはキオスあたりでもしっかり入れておきましょうか。あとは神殿開発ですね。神殿開発は、秀吉加納城で神殿開発を行いましょう。で、さっきから言ってるように兵は自動で回復しないので、減った兵は自分で自ら徴兵をしていかなきゃいけないんですよね。で、徴兵なんですが、ニコニコマークが出ている、そうですね、この犬山城から兵をかき集めましょう。あとは丹羽長秀も徴兵しておきたいな。あと徴兵できるところは、うん、末盛城からも徴兵可能ですね。あと兵が減っているところでっていうのはないかな。以上ですかね。で、何気に織田信康軍団の織田信康自体がもう全く兵がいないので、これは兵をしっかり補充してあげましょう。で、成政に関しては稲葉山じゃない岐阜ですね、もう今は岐阜になってます、岐阜に呼び戻しましょう。周辺国の動きでいうと沢山城へ行軍中か。沢山攻めが始まるな。六角の沢山、前田玄義だけか。ここは浅井が結構がっちり六角とやり合う感じになりますね。ただこれ漁夫の利を得ることができそうだな。 あっさり戦い六角軍団が圧勝した形だな。沢山城はね、石田三成の居城にもなった城ですが、まあまずは美濃の統一からかな。1円だったらいいよ。1円でいいんだったら、あげましょう。1円で、有効度が上がるんだったら、喜んで差し上げましょう。さあ、次のターンあたりからどうでしょう。もう少ししたら美濃の攻略戦を本格化させていってもいいかなという気もするんですけどね。もう少し内政でしっかり成果を上げてからの方がいいのかな。民中は多分ね、ほっとけばどんどん上がっていく状態に多分なってきてるんじゃないかなとは思うんですよね。おっと、敵軍団と遭遇か。北畑家8000ね。これ、籠城するしかないね。でも、このままいくと普通に城が落とされるな。
やってくれるね。そしたら、まあちょっと間に合わない感じはありますけど、ちょっと目離してるとね、これですからね。庄畑城に援軍を出してあげましょう。まあ、間に合うのかっていう話があるけど、間に合わなかったか。まあ、ただここは取られたまんまというわけにはいかないですからね。取り返しましょう、しっかり。庄畑城を取り返しましたと。まあ、しばらくはここでつばぜり合いが続く感じなのかな。ここにね、兵を駐留させておく余裕がないので、兵をやっぱ戻さなきゃいけないんですよね、美濃に。で、信康をまた庄畑城に入れましょう。で、また内政は自動化しましょう。で、城の強化をちょっとしておかないといけないかな。庄畑城へ行軍中になってるもんね。そうすると、庄畑城に戻りましょう。これのね、ひたすら繰り返しになりそうですね。さあ、これで一撃で粉砕しましょう。一撃で、まさに一撃で粉砕しましょう。資金も含めて充実はしているので、十分に勝てる戦いにはなるはず。というかね、まあ戦力で圧倒してますからね。ここは魚鱗の陣を引いて一撃のもとに粉砕していきましょう。まあ、これ完全にリンチだな、完全に。ただ敵の兵をゼロにまで削ることが重要ですからね。再起をさせない。まあ、確実に1000だろうが何だろうが削っていきましょう、敵の戦力は。これでようやく本当に
岐阜に帰還です。またなんかね、北畠がちょっかいかけてきそうな気もしませんが。まあ、徴兵をね、しっかり入れていきましょう。ちょっとでも、ちょっとでもですね。で、兵力的にはほぼほぼ900以上全員保ってるので、まあ問題ないですかね。このまま一気に美濃をかすめ取りたいところではあるんですが、再三言ってるようにもう少し内政をしておかないと不安しかないので、ちょっとこのターンは皆さん退屈させてしまうとは思うんですが、しっかりとやっておきましょう。内政をね。で、三河では一個一揆ですね。ただ、本願寺が三河で一揆起こしてるね。武田も来てるか。武田も来てるね。武田に遅れを取るわけにもいかないしな。しょうがない、ここは満を持してこちらも城攻めに入りましょう。ついについについに久々の、さっきまではね、しばらくは内政に勤しみましょうなんか言ってましたけど、これ以上大きくなられても困ると。武田含め周辺国が出陣していきましょうと言ってる矢先に、ちょっと待ってね、小畑城にまた敵の軍が来てるんだよね。北畑が邪魔くさいね。まあ、間に合うかという話だけどな、あとは。なんとか間に合いそうかな。奪われたか、小畑城が。三河では一個一揆が続くね。この諸畑城をめぐる戦いが一向に終わりがないですね。一度岐阜に帰還して、岐阜から士気が回復次第、美濃攻めの続きをやっていきましょうか。もう武田が岩村城まで来てるからね。まあ、兵の士気は高いので、まあ大丈夫かな。まあ、武田と開戦するわけにはね、どうしてもいかないので。
ショバタ城の方の動きがどうしてもやっぱ気になっちゃうんですよね。北畑がまた攻めてくるんじゃないかっていうね。大垣城が落とされてるんだな。明智城は取りましたね。士気の回復を待ってどうしようかな。大垣を攻めるのが先か、それとも梶田城を取るのが先か、ちょっと悩ましいですね。できれば妻木城はこのまま残しておきたい。武田といきなり隣接するのは厳しいからな。で、武田義信の話ですね。手切れになりそうというところの話になってるのかなと思います。なので、まあ、ちょっとこの辺りはね、様子を見ながらというか、状況を見ながらどっちの城を攻めるかというのをね、検討していきたいなというふうに思うんですが、まあここは今川と武田の手切れの話は、まあ、こちらとしてはね、いい話ですからね。お、本願寺の態度が不穏か。本願寺が2万の軍勢がいるのか。厳しいな。伊勢流しましょう。これがもし攻めかかってくるなんてことになると危ないけどね。はい、ではちょっとキリがいいので少し短めですが、一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。